一般社団法人日本自動車連盟は自動車に関する様々な業務を取り扱うほかオーナードライバーの権益を保護する目的で設立された一般社団法人である。略称は JAF であるが80年代までは自他共に JAF と呼ばれていた。2021年3月末の時点で会員数は約1990万名。 国際自動車連盟に加盟している日本で唯一の団体である。主な事業としては、故障救援のほか国際自動車連盟の四輪、モータースポーツ統括団体として、スーパーフォーミュラなど日本で行われる、様々なモータースポーツイベントの購入を行っている。従来ドリフト競技は、管轄対象外だったが、2013年より購入を開始しており、 ドリフトマッスルなど、既存のドリフト競技シリーズの一部が、JAF 管活化に入っている。また、国際ナンバーの発行代行のほか、外面切り替えに必要となる、外国語の翻訳文書については日本で唯一、その法的効力を認められている機関である。会員向けのサービスのほか、交通安全や地球環境保全問題の、啓発活動や、 自動車税制改正の要望活動にも取り組んでいる。一時、2010年より、ドクターヘリ事業への参入を検討していると報じられたが、最終的に自身での事業参入は断念。その代わりに、既存のドクターヘリ運営団体へ支援金を拠出している。2014年6月20日現在、役員数は27名、うち上は8名である組織は、総会。 理事会などの下に本部がある。その直下に8つの地方本部があり、さらにその直下の各都道府県別の52支部で構成されている。指令室は集約化され、各地方本部に設けられている。ロードサービスについては指令室が電話受付をし、地域ごとの移動局に配車をしているへ転送され、受付し、配車される。各支部ごとに、 地域基地があるが、直営の基地で対応できない地域では、JAF 委託の整備工場やレッカー業者が、ロードサービスを行っている。ロードサービスの詳細は、ロードサービスも参照。ロードサービス特別支援隊は、全国の隊員から選抜され、災害時の特殊な場面における、救援活動の訓練を重ねている。東日本大震災に際しても、 2011年3月18日より活動を実施し、同年6月17日までに4554台の自動車を移動している。会員制度をとっており、個人会員、家族会員、法人会員などの種別がある。なお、事前入会が必須であり、非会員がロードサービス依頼をした場合、現場での入会は可能だが、その時のみ入会金。 年会費とは別に一般料金がかかることに注意が必要。また、会員証は本人のみ有効であり、会員本人がその車両を運転、もしくは同乗していた時に限り利用可能だが、法人会員の場合は車両ごとの登録のため、会員証に刻印された登録車両であれば利用可能である。会員になると、主なロードサービスが無料になる。ただし、 部品量や 15km 以上の欠員、特殊作業、有料同心入の際の交通費、有料駐車場の駐車場料金等の一部は有料になる。また、四輪モータースポーツライセンスの取得は日本国内では JAF 個人会員のみ可能。つまり日本の F1 ドライバーは全員が JAF の会員である。2019年3月末現在の JAF 会員数は 1948万7000名である。会員にはジャフ監修のジャフメートという機関紙が年10回郵送される。交渉1154万部とされ、発行元の JAF メート社は国内で発行される。月刊紙としては発行部数が最多であると表明している。なお、競技者ライセンス保有者には機関紙ジャフスポーツが 年4回郵送される。個人会員になると、モータースポーツの入門ライセンスである国内 B 級ライセンスを講習会を受けることで取得することができる。1963年の創立時から現在まで使用されている JAF マークは創立当時に JAF の理事を務めていた日本美術家連盟理事長の増田義信がデザインを手がけたもの。文字の形は フランスのアモーレットという書体を組み合わせ、オリジナリティがありながら、拡張の高さを感じさせるマークを完成させた。色については、制作当初から白とブルーと決めていたとのことで、全9種の試作のうち5枚をジャフに持参し、最終決定されたものが、マスダの一番のお気に入りのデザインだったというエピソードが残されている。創立から50年、今でも、 ジャフを象徴するアイキャッチとして親しまれている。ジャフマークは、永年会員に無料で贈呈しているステッカーや節目を迎えるごとに、制作される記念カーバッジなどに使用され、ジャフの認知度向上に貢献し続けている。故障救援の主な内容は、事故や故障のため自走不可能となった自動車の牽引、キー閉じ込み、バッテリー上がり、落輪、落ち込み、スリップ、パンク、 燃料切れなどで年間およそ300万件の出動実績がある。また、2005年4月より二輪自動車のロードサービスを開始した。無料での牽引距離は従来は 5km だったが2008年12月より 15km に変更された。なお、サービス以来の回数に制限はない。また、1週間先までのロードサービスの日時予約も可能。 2010年4月より、事業用自動車と車両重量 3001kg 以上の車両に、鍵開け、ガスケのみの出動を開始した。あくまでも、ロードサービスは、応急的な対処になるため、車両の一部を分解しての作業などは、原則、不可であることに注意されたい。レッカー車と車載車のサービスカーは、緊急自動車の許可を、取得している。ジャフの歩み。 歴史年表による過去の提供番組も含むありがとうございます。